リラクエアの花澤です。今回はフットマッサージをご紹介します。冷える、むくむ、重く感じる、足が安定が悪くてつまずいたり転んだりしてしまうという方のためのマッサージになります。まず足の甲からやっていきます。滑りを良くするためにちょっとワセリンをつけます。足の甲のマッサージは足の骨を意識して行っていきますね。足には骨がたくさんありますので、その一つ一つを分ける感じで緩めます。基本的にはこの足首の方から足先に向かって。マッサージしていきます。あまり痛くしないぐらいで。かかとも、甲も、指先も行います。この指と指の間、歯間ですね。も丁寧に。溝の部分に結構汚れが溜まっていますので、痛いですけれども丁寧に広げるような感じで溝をマッサージしていきます。
今ここはこういう感じですね。この関節部分で流してます。これはすごく気持ちがいいですよ。アキレス腱のところですね。広げるような気持ちでやるので、押さえて足の甲を伸ばすのもいいですね。正座の状態からこう膝を持ってくると、持ち上げていくと足の甲を伸ばすことができます。こうやって、広げていくと、こういろんな角度で足の甲を全体伸ばすことができます。ただマッサージするだけじゃなくて、こういったストレッチもできるとより効果が上がりますので、組み合わせて行ってみてください。足の裏をやっていきますね。足の裏は筋肉を意識して行います。一本一本の筋繊維を ほぐしてこうより分けるというか、
足の裏は老廃物もとてもたまるところなので、そういうものを流すようなつもりで筋繊維をほぐして伸ばしていきます。これも痛くないくらいで、ちょっと痛いぐらいの程度で丁寧にやっていきますね。ちなみに土踏まずのところはあまり強くしすぎないようにしてください。痛めてしまうことがあるので、割合土踏まずは弱いというか、痛みが出やすいので少し気をつけて、ここはあんまり痛くしない方がいいです。行っていきますね。左足の甲ですね。
方は、まあ、先ほども申し上げましたけれども骨を意識して骨を、細かい骨がたくさんあるのが足ですので、その一つ一つをくっついてしまっているところを引き離すような、取り分けるようなイメージで力を加えていきますね。要は解放するような、開く本来の状態や弾力が出てくるように、気持ちいいところ、気持ちいい強さを大事にしてください。やりやすいように、気持ちのいいように、やることが大事です。足の甲をやりましたので、足のストレッチですね。足の甲のストレッチを行いますね。足をこのお尻の下に入れまして、胸に上げるわけですね。で、足の甲のストレッチができます。で、今度は左足の裏ですね。まあ、ここではリフレクソロジーではなくて、難しく考えずに単に足の裏の筋肉をほぐしてあげるというぐらいの感じで行っていただいて大丈夫ですので、特に順番ですとか
細かい位置の指定というのはありません。この辺もあとは好みの問題ですね。ちょっと痛いぐらいが好きな方はこう関節使っていただければ、グッと深く入りますので、刺激がしっかりと届きますし、そういうのが嫌な方はなるべくこう指の大きい範囲当てるようにすれば、すごくソフトになります。これでだいたい両足のほぐしが終わりましたので、最後にですね、このせっかく細かくしたり流した汚れをですね、ちゃんと排泄できるように膝の裏まで持ち上げていきますね。このように足首から膝上までふくらはぎの方もすねの方もさすり上げます。ほぐしたこの足の部分の汚れをしっかりリンパ節まで運んで、汚れが体外に排出されるのを促すわけですね。この時に足の力は抜いておいてください。力が入っていると流れを阻害します。左右とも丁寧に両手を密着させて、少しゆっくりと上までさすり上げて直していきます。以上です。ありがとうございました。